クオさん、<laughs> プロ論、いいじゃないですか。確かに、ね、<laughs> まあ、あの、プロ論があるとするならば、一般論もあると思いますね。一般論 <laughs> 一般と。一般論とプロ論、どっちを学んだ方がいいですか一般論あ。どうせ無理。一般論ですね。一部の人だよ。はい。どっちがいいですかね。はい、まあ、ほとんどの人は一般論を 縦にかざしてるので,、うん、で一般論が正しいと思ってるんで、うん、で,でこれがた立ちが悪いのが一般論,を一,般論をす一般論をすげえ正しいと思ってるのか分かんないですけどそれを縦に使うんだけどもあのプロみたいな収入欲しいと思ってるやつらですね <laughs> 一般論を縦に使うんだけどもうーんプロみたいな収入が欲しいと思っているどっちやねんと。 そう一般論でプロの収入は得られないよとこれ当たり前の話なんだけどただからタイトル当たり前の話にしましょうかうんだから僕ね当たり前だと思うんですよねだからまあプロみたいな収入を得たいんだったらプロになるしかないんですよ当たり前ですよねプロ野球選手で年俸1億もらいたいんだったらそのスキルその実績を出すしかないんですよでも逆に出せばもらえるんですね うん、でも普通に働いてたら、まあ難しいでしょうね。年収200万の人が年俸1億もらえますか難しいですよね。じゃあその違いは何なんですか違いは。別にその野球じゃなくてもいいですよ。ね。ね、年収1億取ってる人と年収200万しか取れない人。違いは何なんですか同じ論理が、ですか違いますよね。絶対違いますよね <laughs>。なんかね、ここにね、なんで気づかないんですかね。 勉強不足なのかなまあずっと言いますけどね。一緒なわけないやんと。<laughs> どう考えても <laughs>。うん。そう。一緒なわけないですよね。うん。まあそれはまあよ、本を読めばわかるだろうし、話を聞けばわかるじゃないですか。一般とは違う論理があるって話で。うん。そう な感じですかねはい行ってらっしゃい